公共曲第3番、ヨハネス・ブラームスの公共曲第3番へ、蝶々作品90は、1883年5月から10月にかけて作曲された。ブラームスの公共曲の中では、演奏時間が最も短く、新鮮かつ明快な曲奏で知られる。初演者、ハンス・リヒターは、この曲は、ブラームスの英雄だ、と表現した。しかし、 当のブラームスはこの曲の表題的な要素については何も語っていない。両端楽章で英雄的な闘争をイメージさせる部分もあるが、その根底を流れているのはロマン的な序長や優秀と考えられる。1877年に第二交響曲を作曲したブラームスは、その翌年からバイオリン競争曲、1878年大学祝典序曲及び悲劇的、 序曲、1880年、ピアノ競争曲、第2番、1881年といった、還元楽品を発表する。第2公共曲から6年後の1883年5月、ブラームスは、温泉地として知られるビースバーデンに滞在し、第3公共曲をこの地で作曲した。第1楽章については、1882年の、 夏頃から取り掛かっていたという説もあるが、確証はない。ビースバーデンでは、友人たちとの進行や、とりわけ若いアルト歌手、ヘルミーネ・シュピースとの恋愛情がこの曲に影響を及ぼしたとも言われる。同年10月2日にブラームスは、ウィーンに戻り、11月9日と22日に、イグナーツ・ブリュルット2台のピアノ版による支援会を開いている。ブラームスは50歳だった。 1883年12月2日、ハンス・リヒターの指揮により、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団の演奏会で、上演された。結果は、大成功で、ブラームスは、再三カーテンコールを受けた。当時のドイツ音楽界は、ブラームス派対ワーグナー派という陣営の対立が激化していたが、1883年に、ワーグナーが没して間もない時期であり、 ワーグナー派の強い反発の中での初演だった。この初演を聞いた批評家で、ブラームスの友人でもあったエドゥアルト・ハンスリックは、第一公共曲、第二公共曲と比べても、芸術的に完璧な作品として心を打つ。と絶賛している。一方、ワーグナー派で、ハン・ブラームスの急戦法でもあったフーゴ・ボルフは、全く独創性というものが欠けた出来損ないの。 作品であるとほとんど抽象に近い批評をせた。ブラームスは第1番では CCD、派 A 派から2、第2番では DCD、2エ派から2と過去の2つの公共曲で統一的な基本動機を用いていたが、この曲では基本動機からさらに一歩踏み込んだ形としてモットーを使用している。曲の冒頭で感覚器によって示される回 A 会。 へへにへがそれである。このモットーは、第一学章全体を支配し、他の学章でもあちこちに顔を出す。それだけでなく、これまでの基本動機のように素材として展開されたり、戦律を形作ることより、むしろ以下に述べるように、公共局全局の性格を決定づけるものとなっている。モットーの恩恵について、ブラームスの友人であった、電気作者、カルベックは、 ブラームスが好んだという、フライエイバーフロ、自由だが喜ばしくという言葉の頭文字と結びつけている。この言葉は、ブラームスの親友ヨーゼフヨアヒムのモットーである、フライエイバーアインザム、自由だが孤独にと対応なす、合言葉のようなものであったらしい、カイエイ、イいソナタを参照。とはいえ、公共局の主張が、ヘチョウチョウであるなら、単純にカイエイエフとなるところを、 ブラームスが相手海営会、ドイツ語では、海預かいというヘタンチョウに属する恩恵を用いていること注目される。ここから生じる、ヘチョウチョウとえ、タンチョウの葛藤は、全曲の性格に決定的な影響を与えている。その最も明瞭な例として、第四楽章がヘタンチョウに始まり、ヘチョウチョウに終わるという構図となっていることが挙げられよう。フルートに、ボエに、クラリネットに、 ファゴット2、コントラファゴット、1、4楽章、ホルン4、サードとフォースは1、4楽章、トランペット2、1、4楽章、トロンボーン3、1、2、4楽章、ティンパニ、1、4楽章、弦5部。約37分と、ブラームスの公共曲の中では最も短い、第1楽章の繰り返しを含む、部、長長、6、4拍子、 そなた形式、冒頭、感覚器のモットーに続いて、バイオリンがこれに覆いかぶさるように、第一主題を強烈に示す。モットーの持つ、ヘタン調の響きが、表情に陰りを与えている。この主題は、ほぼ同じ形の動機が、一瞬登場するシューマンの公共曲第1番、春の第二楽章や、公共曲第3番、ラインの第一楽章との関連を指摘されることもある。 静かな計画を経て9、四拍子となり、クラリネットが演技に踊るような第二主題を、イチ調で出す。この主題は、ワーグナーの歌劇、タンホイザーのベーヌスベルクの音楽と共通点があると指摘される。主題の後には、第二公共曲の基本動機も顔を出す。提示部は反復指定があるが、ブラームスの他の公共曲に比べて実行される頻度は、やや高い。展開部は、 情熱的に始まり、低ゲムが第二主題を暗い英派単調でそうする。静まると、ホルンが、モットーに基づく戦律を大きく示す。第一主題の動機を繰り返しながら高まって、再現部に達する。再現部はほぼ型通りに進む。コーナでは、モットーと第一主題が、戦闘的に絡み合うが、大きな波のような戦律に収集されて静まる。モットーが響く中、 第一主題が消えるようにそうされて終わる。波長長。四、四拍子。自由な三部形式あるいは自由なそなた形式と見られる。第一主題は、クラリネットとファゴットのひなびた戦術。各フレーズの終わりで、モットーが示される。この第一主題に含まれる、三度を、ゆらゆらと反復する動機も目立つ。第二主題は同じく、クラリネットとファゴットが、 新たにコラール風の旋律を奏するが、予言めいた雰囲気を持つ。バイオリンの新しい旋律に受け継がれてから、経過的な展開部に入る。この楽章を三部形式とみなす場合は、第二主題及びコデッタの部分が中間部に相当する。展開部は、比較的小規模で、第一主題の断片を奏して、再現部を導く。第二主題やコデッタの再現は省略され、コーダでは、 第一主題が、静かにクラリネットで奏されてから曲が終わる。破綻調。三、八拍子。三部形式。木管のくぐもったような響きの上に、チェロが優秀と同型をた,たえた旋律を歌う。全曲でもよく知られる部分である。中間部は変異蝶々で、木管の夢見るような柔らかな表情が特徴的。主部の旋律はホルンによって再現される。なお、 この楽章で使用されている金管楽器はホルン2本のみである。ヘタンチョウマイナスエチョウチョウ。2、二拍子。自由なそなた形式。ファゴットと弦が第一取材を示す。弱いが暗雲が立ち込めるような雰囲気を持つ。トロンボーンの動音反復に導かれて、第二楽章のコラール風動機が奏されるが、嵐の前の静けさを思わせる、不吉なものとなっている。 直後に音楽は激しくなり、情熱的に進む。第二主題は、波長長、チェロとホルンによる三連符を用いた、快活なもので、異端長、都長長、変度長長と転調を繰り返す。消血日は波端長で、再び闘争となる。展開部は、第一主題をもっぱら扱うもので、第一主題の再現を兼ねている。ゆえに、ここから、再現部とみなすこともある。 まず第一主題が木管で現れる。しばらく第一主題が細分化して扱われるが、これが展開的に発展して大きな頂点を作り上げる。この頂点で再現部に入る。コラール風の動機が打ち破るように競争で繰り返され、同時に第一主題も弦で自由に再現される。破綻調から半音ずつずり上がって、長調,調に達して第二主題の再現に入る。 一点へ単調となるという異様な効果を上げている。コデッタはほぼ型通りの再現となっている。UN ポーコそしてルートのコーダに入ると、第一主題が表情を変えながら繰り返され、やがてへ、蝶々に転じる。モットーが現れ、弦の細かな反復する動きに乗って、コラール風の動機が示されるが、今度は空にかかる虹のように儚い。最後には、 1> 第1楽章第1主題が改装され、静かに曲を閉じる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。